久保さん。班長ですね。会事の班長が言ってましたね。今日頑張ったものだけが未来を手に入れるみたいなことで、班長が言ってましたね。で、今回のテーマは、夢は金で買える。夢は金で買える。はい。久保さん。届きました。めちゃめちゃ嬉しい。スーパーファミコン。スーパーマリオカートです、はい。これすぐ遊べるキットみたいなのをネットで売ってて。 まだちょっと電源つけてないんですけど、明日その HDM ケーブルにこう変換できるアナログをあれも買ったんで、明日届く予定なんで、ちょっとね、90インチの、90インチの大画面プロジェクター、大画面でマリオカードをちょっとやって動画、これからレトロゲームシリーズをちょっとやったほうがなと。これね、あの、僕がいつも行くハードオフに、カセット結構売ってるんですよ。うん。 こ4000円ぐらいでしたね、4000円。でも、ガキの頃って、ファミコンのソフト欲しいなとかね、なんか夢というか、もう憧れというか、これやってみたいなとか思ったんだけど、まあ、その、なんだ、買ってもらわないとできないじゃないですか。ね。で、楽器の頃ってあの、自分がお金稼ぐとかできないんで、もう親頼みですよね、サンタさん頼りですよね、サンタさんに願いを叶える頼りじゃないですか。だけど、大人になるとね、稼げば買えるんですよ。 <laughs> これだからねすごいですよね稼げば買えるっていうでもガキの頃は稼ぎ方も分かんないしなんか稼げないし、まあ、新聞配達とか小学校からできるのか分かんないですけどまあ難しいですよね買いたいものがあっても親頼りですから、まあ、大人になるとね買えるわけですよ稼げるんで <laughs> そう。 ね、まあ、ステージごと欲しいものだったり夢とか目標とか変わると思うんですけど、ガキの頃夢みたいなあ、なんかショーウィンドウにね、並んでね、あのぼーっと見ていいなみたいな、もう夢ですよね、夢がショーウィンドウに並んでるみたいなね、あれ欲しいな、でも買えないわけですよね、か稼げないから <laughs>、ね、大人になったら稼げば買えるんですよ、すごないですか、これ、これでもすごいことだと思うんですよ、金貸せば買えるっていうね。<laughs> うん、だから まあ、まあ、これ4000円で買いましたけど、小学校1年生とか4000円の稼ぎ方知ってましたどうすかね小学校1年生、幼稚園の時、どうすかお金の稼ぎ方って知ってましたわかんないですよね。でもそれ、勉強して大人になれば、勉強してやれば稼げるんですよ、4000円。単純に4000円の商品作って4000円売ればいいじゃないですか。稼げますね。勉強してやれば。うん。 だから、僕たちって、あの、大人になったらね、自由なんですよ、実は。なんか、よくね、昔は、その、子どもの頃に戻りたいな、なんか、自由でいいな、みたいな、何も考えなくていいなとか、なんかそういう時期も僕はあったんですよ。子どもの頃に戻りたいな、大学生の時に戻りたいなとかね、ありましたけど、もう戻りたくないですね。戻りたくない。 今、全部自分の意思で金も稼げるし、自分の意思で選択できるし、えー、自分の意思で生活できてるので、もう戻りたくないですね。うん。もう1ミリも戻りたくないです。うん、このまま突き進むっていうね。うんな早いっすよね。久保さんが言う通り、まあ本当にこうやってると、まあ一瞬で、なんか、うん、早いっすね。本当に。でも、早い分濃いですよね。いっぱいやってるから、いろんなこと。 いっぱいやってるしいろ,いろんなものもいっぱいやってるからこそいっぱいいろんな結果手に入れられるしまあお金も稼げるしえお金が稼げるからそのお金を交換していろんなものを手に入れていろんな思い出も作れるし他の人より思い出の量も高いだろうし他の人より自由な時間が多いのでまあ,まあそのなんだいろいろできますよねうんまあお金の札束があってもそれを変換しない限り何も 得らられないですからねあなたがお金の札すさ見てね、ニヤニヤしてるんだったら、まあそれはそれでいいんですけど、たぶんね、まあこれなんか、お困長者で言ったような気がするんですけど、100億円持ってます。100億を持ってるけど、それ下ろせません。その100億いります使えない100億持ってる。でも通帳は100億って刻まれてるんですよ。でも使えません。何も変換できません。いりますかたぶんね、いらないですね。<laughs> 目の前にサスタブあるんですよ。でも、のこのサスタブ使えないみたいな。でもう、お金はある。そのお金いりますだテレビもそうなんですけど、めちゃめちゃ最新のテレビがあります。だけど、映像映んないみたいな。いりますそのテレビ。めちゃめちゃ最新のテレビなんですよ。でも、映んない。いります。<laughs> だからお金があってもつ、あのそれを何かに転換していかないといけないんですよね。転換していかなければいけないっていうのは適切じゃないですけど、 換することにお金っていうのは意味があるっていうお金は手段なんでその手段を使って何を達成するのか何に使うのかどういう思い出を作るのかどういう体験を得るのかどういう経験を得るのかでお金はその手段であるとでもその手段を使わなければそのお金はただの紙み切れって話ですねうんだそういう勉強とかもしないじゃないですかなんか貯金は正義みたいな まあ貯金は悪いことじゃないんですけど、貯金してるだけじゃ何も変わんないよって話で <laughs>、もちろんね、それを資産運用っていうか考え方でね、日本の銀行じゃなくて海外の銀行で利回りが結構いて、年1年入れとくと、いくら入ってきて、じゃこれぐらい回るなっていう、その資産運用みたいな形で考えて貯金するんだったらまだしも、ただ日本の銀行で貯金してもね、もう全然増えないじゃないですか、もうほぼ増えないという皆無ですよね。 もちろん、その、銀行によってはね、いろんなパーセンテージの、その、なんだ、長期貯金とかね、まあ、いろんなサービスありますけど、普通預金ですね。普通預金だったら全く増えないですよね、多分。全くではないですけど、もうね、<laughs> 普通預金で1億あっても、いくら利子つくんですかちょっと計算すれば出てくれそうんですけど、全然ビビったるもんだと思うんですよ。 銀行の普通預金っていくらなんだちょ三菱 UFJ 見てみましょうか三菱普通預金普通預金金利え普通預金金利一覧出た三菱 UFJ 普通預金 <laughs> 普通預金三菱 UFJ 大バンクメガバンク、えー、普通預金年、えーね 年0.001%ですね。はい。三菱 UFJ、もうメガバンク。えー、預けてると、年に0.001%増えるみたいですね。なんですかね。<laughs> 0.001%? <laughs> こう、1億預けてたらいくら増えるんですかね。普通預金で <laughs>。まあ、1億だったら10万ぐらいいくのかな。どうなんだ。 まあでもこれ年ですからね結構きついっすよね <laughs> うんそうえぐいなスーパーテイキスーパーテイキスーパーテイキは零零零点二パーセントらしいっすねスーパーテイキ。でも零点零零多いな やばないですかこれ。全然もう、ないようなもんですよね、これ。で、銀行は何してるかっていうと、あなた、あなたから、あの、借りてる、あなた、まあ、あな,なんだ、あなたから借りてるお金を使って運用してるっていうね。しかも、パーセンテージいいやつを。うん、まあ、失敗したらちょっとあれになっちゃうんですけど。うん、まあ、それを、まあ、お金をあなたから借りて、そのお金を、あの、利子つけて貸したりとか。 なだから銀行ほど金融の力ってすごいですよね消費者から金集めていろいろぐるぐるまた消費者にまた違う商品パッケージで金あの上乗せして貸すとかねして <laughs> すごいビジネスモデルですよね銀行って考えると <laughs> で日本は日本人は貯金がいいんだよみたいな教育ですし <laughs> 銀行にお金預けるっていうのが なんか、立派なことみたいな、なんかそういう教育も受けてるんで <laughs>。銀行でやっぱすごいですよね。うん、銀行のビジネスモデルマジで神ですよね。うん、はい。まあ、潰れ、潰れるっていうのはなかなかないですよね。まあた、たまに潰れる会社もありますけど、まあ、ほぼないですよね。銀行。うん。はい。いってらっしゃい。